と現代アートは難しいって思われる方がいるかもしれないけど、なんか本当にいいものって何も聞かなくてもいいって思うと思うんです。追い求めるのは普遍的な美しさ。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は現代アーティスト青いウニ。東京芸術大学で絵画を学んだ彼女が追い求める芸術、それは絵の具とキャンバスとの会話。結構その指示体がそのどうしたら気持ちよくなってくるかなとか、どこに立っておけばかっこよくなるかとか、どうしたらこの色とか絵の具が輝けるかなって考えてるので、うん、画面四角の中が綺麗になればいいなと思ってるんで、感性には訴えかけてくるんだけど、でも描いて本人は冷静さを描いてはいけないっていうか、なんか冷静さを描いたらちょっと人間のなんか作ったものじゃなくなるっていうか、人間が作ったその理性の産物がアートだなと思っていて、感覚とか感情だけだとアートとは呼べないんじゃないかなっていう思いがあって、感覚的になんか脳が自動で計算するって感覚で描いていて、四角いキャンバスをかっこよくする、しかしそこに理屈はいらない。最近の若手の傾向だともう勉強したもの勝ちとか、テクニックっていうよりも、まあ、コンセプトとか考えたり、すごい勉強時代だなって今思っていて、でもその中で結構その中の流れの内でもう見た目を追求したいって感じなんです。やっぱり絵画ビジュアルみたいな考え方ですね。結構工芸的な考え方なんですよ、どちらかというと。自分の絵ってあんまり工芸とはって言葉に使わしくない絵だと思うんですけど、でも結構工芸的な考え方だなって思うのは、やっぱりビジュアルを重視している、技術とかテクニックとかなんか見た目の良さみたいなのをすごい重視してるんで、工芸的だなって思っています。ただ感情に任せるのではなく、また理屈に凝り固まらない、そんな青いウニのブレイク前夜。あんまりなんか普遍的なものなんてないって結構言う方多いんですけど、結構絶対的な美の価値基準みたいなのあるんじゃないかなって思っていて、なんかそれを追求するのがアーティストの役目かなと思っています。その絶対的にこれがもう人間は直感的に美しいって思うみたいなあると思ってて、そういう絵が描きたいなって思ってます。誰が見てもいつどんな時代の人が見ても美しいと思うような絵が描きたいです。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は造形人鈴木幸宏のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。